はい、どうもセガボンでございます。さあ、今回のファットチャンネルはね、早速もう映っていますがですね、お名前言っていいのかな。あ、大丈夫です。はい、お名前はたこゆきと言います。はい、たこゆきさん、何度かちょっとね、あの僕のインスタとか、あと YouTube の方にもコメントいただいてる、はい、たこゆきさんなんですけども、はい、なんとたこゆきさん、この度ですね、はい、こちら見えるかな、なんと自転車納車です。素晴らしい。ちょっとこちら、ね、たこゆきさん納車ということで、私ちょっと急遽、はいビデオを回しております。はい、それではちょっとね、詳しくお話とか聞いてみましょう。はいはいはい、こちらが今回たこゆきさんが納車されたサーディのローサイドですね。はい、オレンジ色のローサイド、いいですね。まあ、今回はね、まあ、軽くカスタムとしてヘッドセットをプリスキンズにして、あ、ペダルもねヘッドセットに合わせて、はい、ね、赤い、はい、ほら結構ごっつめのねペダルに変えて、そしてうん、ビビビーンみたいなね、わざとらしくあれあれみたいな、ローサイドなのにギアがついてるよみたいな感じでちょっとちょっとみたいな、ちょっとちょっとな、何やってるんですかと、ローサイドを多段にしちゃったみたいな感じで、なぜでしょう、どうしてだ、どうしてローサイド多段に、なんとなくですね、でもまあ山とかで遊びたいかなと思って、はい、まあまあね、でも多段にね、できる仕様になってますから ね、 別にその無理やり多段にしたわけじゃなくって、もともとローサイドはね、うん、こちらの多段にしたい人は多段にできるということで、はい、あ、でもこれでまたちょっとね、その、なんていうんですか、遊べる、フィールドが広がるというかね、いいと思います。素晴らしい。ね、で、まだちょっとまあまあ、ね、もうちょっとこの、まあ、ファットチャンネルで紹介するには、もっと本当は、個人的には色吉でいてほしかった。黒が多いんじゃないみたいな。これから。これからどんどんな、もうね、ビデオ撮っといてなんて偉そうなんだ俺はと、申し訳ございません皆さんで、ね、偉そうなんではないんですけども、こうむずむずむず、黒が多いんじゃない、グリップとかサドルとかもっと色を変えてほしいじゃないっていう、このね、これからどんどんこれからどんどん、はい、そうです、ほらもう、これから T シャツ、これ もしかしてアナーキー、アナーキー出た、和光市が誇る和光市が誇るあれじゃなく、伝説のバンドじゃないですか、アナーキーですアナーキーラブ、まさかの初めて僕会えたのもアナーキーラブ、はい、すぐそこのね、そうですね、ランチ出身みたいなまあ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 、まあでもカスタム的には、まあ、とりあえずはね、そんな感じですかね。多段にして、ね、まあ、ヘッドセット変えて、うん、まあ、ペダルはまあこのペダルにして、みたいな感じですかね。はい、うん、まあ、細かいところがね、はい、いっぱいちょっと工夫してあるところ、いっぱい実はあるんだけどね。あれ？でももうちょっと、みんな探してくれと。これもかっこいいですよ。あ、サーディのね、あれですね、あの、チェーンガード。はい。はい。マッティーズ・フィット・ファインの。うん、こちらのローサイドは 27.5 の 2.8。 そうだぞはい、もしもし、七曲がりそうです山とかを走ったことはないんですよ。あ、ないですね、ぜひ今度また連れて行ってください。そうですね、富士店もまあ行けないっちゃいけないことはねえかな、さすがないですけども。そうですね、ここは根性でカバーするか普段はロードばっかり乗ってるんで。あ、そうなんですね、山はまあ全然初心者ですね。はい、そういうわけでですね、今回はこちらたこゆきさんの納車にお邪魔して、サーリーのローサイドをちょっとね見せていただきました。
今度はちょっと一緒にぜひとも走りましょう。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、というわけで今回はこんな感じでございます。まあ、よかったと思ったら、ね、いいねボタン、チャンネル登録、高評価、コメントなんかもお待ちしてます。それではさようなら。